ました。まあ、最初に、自分がいつもやっている練習前のウォーキングをしたいと思います。姿勢なんですけど、かかとがすれて自分の真鍮線、弱点が集中している部分です。ここに合わせて、あぐらのような形動きですね。空ピッキングもね、でこの動きを維持したまま、左手で、フレーズを弾いていくんですけど、で、まあ、さっきやってっていう感じですね。左手で各弦をミュートしながら単音で弾いていく。まあ、このフレーズを弾いていきます。で、後半部分、これも同じで、メジャーペンタしか使ってないです。まあ、チョーキングが入って、このチョーキングはなるべく、エモーショナルというか、悲しくもあるって言ってたんですけど、まあ、ポジショニングがすごく大事で、12フレットを人差し指でバレーします。このままグリップに持ち替えて、親指で6弦と5弦をミュートする形です。手がちっちゃい人は無理しなくて、6弦までとか、まあ、ギリギリそこで大丈夫です。小指で2弦15フレットを押さえて、で人差し指で3弦12フレット。ここが、ハンマリングで、薬指で3弦14フレットを押さえて、スライド、バレーコード4弦12フレットと3弦14フレットをバレーコードっていうものの繰り返しです。
まあ、ビブラートに感じかけると最後はは戻んないで、16フレットキープで、後半のフレーズに移行して、後半がアドリブを入れることもあります。これもぜひコピーしてみてください。